とっても美味しいと評判のお店を訪ねました。どのお店も噂通りの美味しさ楽しさ、皆さんもぜひどうぞ。 JR 垂水駅南へ歩いて3分、国道2号線沿い平井そり織の魚仙垂水本店。いけすには伊勢エビ、タコ、オコゼ、アナゴなどが海の中の姿そのまま、板前さんが目の前で調理してくれる磯の香りをお楽しみください。いけす料理、寿司、懐石はもちろん、仕出しの注文も受けたまわります。 JR 塩屋駅の前、寿司、池魚料理でおなじみの魚仙塩屋店。テーブル席、カウンター、お座敷が揃ったシックな店内。瀬戸内の海を眺め、淡路島を一望しながらのお食事のひととき。自慢の鯛めし、鍋、新鮮な池魚料理に舌鼓。150名様 OK。 大小ご宴会のお部屋もあります。明石ステーションデパート、西館西入口、グリル宮古です。美しい御所車の織物を飾った落ち着いた店内では、天ぷら、茶碗蒸しなどの日本食から洋食まで自慢の料理がいっぱい。おなじみ味の都きしめんもよろしく。お持ち帰りも大好評。第二神明多摩津インター北、日本料理の花藤です。山海の幸、季節の幸を落ち着いた日本の自然が織り込まれた店内で、心ゆくまでご賞味ください。第二神明多摩津インター北、日本料理の花藤をどうぞごひいきに。神戸北のハンター坂、創作料理とお酒の和風居酒屋将軍です。ビストロ町の店内では、明石海峡で採れた新鮮な魚介類と旬の野菜を、お客様の雰囲気に合わせた和食器で心ゆくまでご賞味いただけます。また2階座敷では45名様までの宴会も OK。 各種コース料理もご用意しています。和風居酒屋将軍へぜひどうぞ。うまいもの評判記を終わります。